It's a Small World.It's a Small World は世界のディズニーパークにあるアトラクション。カナルボート型のライドに乗り、世界各国の子供をイメージした人形たちが歌っている、夢の世界を訪れる。英名は It's a Small World の他に It's a Small World と引用符が付きすべて小文字で表すこともある。このアトラクションは創業者のウォルトディズニーの理念。 理想を表した、まさに、ディズニーランドを代表するアトラクションであり、かつ世界的にも、とても有名なアトラクションである。中でもアトラクションのテーマソングである、小さな世界は、わかりやすい歌詞、メロディーにより、世界中で親しまれている。ニューヨーク世界博覧会に、ユニセフから依頼されて、最初に作られてから50年の時を経ても今もなお、 子供から大人まで人気のあるアトラクションであり、楽曲、It's a small world とアトラクションのテーマコンセプトは、世代を超えても通じる力を持っていると言える。小さな世界の、世界は一つという歌詞からもわかる通り、戦争のない平和な世界をテーマにしたアトラクションであり、アトラクション内には、様々な少年少女のオーディオアニマトロニックが登場する。アトラクションに、 大人が登場しないのは、口実する成り立ちにもあるように、平和な世界イコール、子供の世界であるというウォルトディズニーのテーマ系が、理由である。内容はボートに乗り世界各国を旅するという内容であるが、各、パークごとに一部の構成が異なっており、それぞれ自国のセクションがメインに置かれている。なお、最後のクライマックスでは、白い衣装を身にまとった。 少年少女たちが自国の言葉で小さな世界を歌い上げるという演出は統一されていい。アトラクションの外観はほとんどのパークで同じような作りになっており、世界の有名な建築物がデフォルメされているが、フロリダのウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートにあるマジ、キングダムのみ他のパークと外観が異なっており、ファンタジーランドの風景に溶け込んだ作りとなっているため、 とてもこじんまりとした作りになっている。リニューアルを経て、現在各施設にて特定の国に縁のある以下のディズニーキャラクターが設置されている。それぞれのディズニーパークにより、キャラクターは異なる。2019年現在、キャラクターが登場するのはカリフォルニア、東京、香港版で、フロリダ版とパリ版にはキャラクターは登場していない。このアトラクションは、 1964年4月22日からニューヨークで開催されたニューヨーク世界博覧会にウォルト・ディズニーが制作しユニセフがペプシコーラ提供の元出展したパビリオンが前身ユニセフからパビリオン制作の依頼を受けたウォルト・ディズニーによりユニセフの理念に合致するアトラクションとして作られたディズニーは人種や性別国籍言語の違いがあっても子供たちは 何のしがらみもなくすぐに友達になれ、喧嘩しても泣いて笑って、すぐに仲直りしてしまう。まさしくこれが平和の世界ではないかと考え、平和な世界とは子供たちの世界ではないかと考えた末に、アトラクションのテーマが決定した。ディズニー映画などで活躍していたメアリー・ブレアがデザインし、テーマミュージックはシャーマン兄弟が担当している。また、人形の衣装デザインは、 アリス・デイビスが担当している。博覧会が終了した後1966年に契約に基づいてカリフォルニア州アナハイムにあるディズニーランドに移設された。ただ、そのまま移設したわけではなく、北極や太平洋シーンが追加され、ファサードもメアリー・ブレアのデザインに基づき再設計された。なお、ディズニーランドにあるイッツア・スモールワールドの最後にイッツ、 エースモールワールド、エーサルート2ユニセフと記してある。なお、ウォルト・ディズニーが制作を直接手掛けていない他のディズニーランドには、この表記はない。ザ・ワンダフル・ワールド・オブ・カラーというディズニーのテレビ番組で、いつ s イッツアスモールワールドが特集として取り上げられ、ウォルト・ディズニー自らがナレーションを担当した。ニューヨーク世界博覧会から移設されたオリジナル。一節後には、北極、 太平洋シーンを追加した。すべてのパークにある同名のアトラクションの原型となった。ファサードは何度も塗り替えられ、現在は開業当時の白とゴールドを使ったファサードに戻されている。カラクリが動いている時の音は東京ディズニーランドと同じである。パリのユーロディズニーランド開業後の1994年から2000年までには期間限定で、 パリと同様のローランドオーケストラルアンサンブル、音源が使用されたことがある。開業後、長らく、バンクオブアメリカが1992年までスポンサーであったが、1992年からは、玩具メーカー大手のマテルが1999年まで提供した。マテルの提供終了も長らくスポンサーのない状態が続いたが、2009年からシーメンス、当時は、 シーメンスの子会社であったオスラム、シルバニアとの契約が提供している。なお、この契約はシーメンスがディズニー社と結んでいる12年のスポンサーの追加契約の一環で行われた。2008年1月にクローズし、オープン以来41年ぶりの長期にわたる全面的回収を行った。これは観光客及びアメリカ人の体重増加が原因で、進行途中で、 ボートが重量をオーバーで沈んでしまうケースが発したため対策を迫られたものであった。改良の結果、ボートの浮力を増加させ、水路を深くすることで解決した。この他オセアニアシーンを縮小し、北米シーンが追加され香港ディズニーランドで導入された計29体のディズニー映画、ピクサー映画のキャラクター人形が登場するようになった。 これに伴い一部の人形が撤去されている。ライドは以下の順で世界の各エリアをめぐる。ディズニーランドと同じく、メアリー・ブレアがデザインを直接言った最後の一つは、スモールワールドである。他のパークと違って、ファサードが表になく、外観は他のファンタジーランドのダークライドと同じである。2004年5月2日にクローズし、待レツに他パークと同様のファサードを施した。 また、待ち列の BGM も変更された。後に開業する東京ディズニーランドのものは本アトラクションの内容を元して作られたため、東京と本パークのものは内容がほとんど同じである。ただし、人形の動作や内容、音響などは一部異なっている。また現在東京版の待ち列で流されている BGM は、 2005年のリニューアル以前には本パークのものでも使用されていた、ただし現行版の東京の BGM には多少のアレンジが加えられている。ファサードの時計台は15分おきになるが、タッパークのような人形たちによるパレードが唯一存在しない。オリジナルのデザインを採用しているが、カラクリが動いている時の音は東京ディズニーランドと音が同じである。 2016年12月10日にリニューアルをオープンした。ガイドは以下の順で世界の各エリアをめぐる。東京ディズニーランドのガイドブックでは、It's a Small World と表記される。東京ディズニーランドの It's a Small World はフロリダのものの内容をもとに作られたため、上記の概要にあるような構成の違いを除けばほぼフロリダのものと同様の内容である。外観は、 カリフォルニアのものを元にして作られたが、デザインに多少の違い。例えば、東京版では、時計の上の旗が斜めだが、カリフォルニア版は上を向いているがある。2003年より、クリスマスイベント、クリスマスファンタジー期間に合わせて、It's a Small World ベリーメリーホリデーが実施されていた。開催期間は、クリスマスファンタジー期間中から、年末年始までとなっている。 通常バージョンの曲にジングルベルやヒーラギ飾ろうといったクリスマスの曲をミックスした音楽を使用していた。加えてファザードの人形が更新する時の音楽もクリスマスバージョンのものを使用していた。また通常は本アトラクションはファストパス対象外であるが2003年から2007年のベリーメリーホリデーにはファストパスの発見が行われていた。2011年度のみ ベリーメリーホリデーが開催されなかった。2014年度をもってベリーメリーホリデーの開催を終了した。カラクリの顔が動いている時の音は開演当初はカリフォルニアのものと同じものを使用していた。その後パリのバージョンと同じものに変更された。2018年のリニューアル後はカリフォルニアや香港で使われているものに再び変更されている。ベリーメリーホリデー開催時は ストリングスの音が加えられていた。なお、夜間の場合は、時計が動くまは、香港ディズニーランドの It's a Small World と同じく両端の照明が落とされ、時計のみライトアップされ、目立つよう演出がなされる。カラクリの動作音とカラクリの人形が更新する時の音は、開演当初はカリフォルニアの It's a Small World のバージョン、変歩調調を使用していたが、 その後パリ版と同じ都町長となった。2018年のリニューアル後は、カラクリの動作音は変更せず、人形が更新する時の音楽のみ、カリフォルニア版や香港版と同じ、変保町長へと変更された。1983年の開演以来、百貨店の祖母がスポンサーであったが、2008年4月15日をもって、提供を終了した。これに伴って、 祖号の各店舗に設置されていた東アトラクションを叩ぎた大きなカラクリ時計も終了した。2013年9月4日より日本ツーン株式会社がスポンサーとなり約5年ぶりのスポンサーによる提供となった。なお日本ツーンはすでに東京ディズニーランドと東京ディズニーシーで宅配センターを東京ディズニーシーでシンドバッドストーリーブックボヤジの提供を行っている。 東京ディズニーランドの開業当初、このアトラクション前には大きなステージが存在していた。パパイヤ鈴木が東京ディズニーランドのショーダンサーとして出演ていた際にこのステージに登場していたことがあり、パパイヤ鈴木の過去を紹介する際にたびたびステージの映像が使用される。ここではキッズ・オブ・ザ・キングダムをはじめとして様々なショーが行われたほか、特殊な例としては、 日本テレビのクイズ番組全国高等学校クイズ選手権の決勝戦会場としても使用されたことがある。現在は跡地に噴水とトッピアリーが設置されている。また、同時期に水色や白色などの寒色系の色で塗られていた外観はオレンジ色やピンク色などの暖色系の色に塗り替えられ、あと、参照2018年のリニューアル後は 寒色と暖色が織り混ぜられた紫系の色を基調とした外観に再度塗り替えられた。1996年頃にアトラクションの小規模なリニューアルが行われており、一部の人形などのデザイン変更、またこの際に外観が寒色系から暖色系に塗り替えられ、前にあったスモールワールドステージが撤去され、噴水とトッピアリーが設置された。また、 アトラクション向かって右側に併設する形でスモールワールドレストランが存在したが1998年11月3日で営業を終了レストランがあった場所はプーさんのハニーハントになっている建物の左側には大きな旧ラインマチレッツエリアが存在したが現在はクイーン・オブ・ハートのバンケットホールになっているイドは以下の順で世界の 各エリアをめぐる2016年11月24日に大幅リニューアルオープンすることが発表されリニューアルに伴って2017年3月1日からクローズしたリニューアル版は2018年4月8日より先行公開され同年4月15日より正式公開された2018年4月15日から2019年5月31日まで リニューアルに伴い期間限定で、ファストパスの発見が行われた。リニューアルでは、アナと雪の女王、不思議の国のアリス、シンデレラ、ピーター・パン、塔の上のラプンツェル、ムーラン、アラジン、ライオン・キングなどのディズニー映画のキャラクターの人形たちが加わり、新しく加わった人形の付近では、それぞれの映画を彷彿させる音楽が、小さな世界の曲に織り込みれた。また、 乗り場も大幅にリニューアルされ、スモールワールドステーションという世界各国へ向かうステーションへとリニューアルされた。鉄道や気球、ボートなど旅にまつわるプロップスが多数盛り込まれている。また人形だけでなく音響や照明の効果の変更、外観の乗り直し、ロゴの変更などが行われた。東京やアナハイムなど他のパークにあるものとは大きく異なるアトラクションである。 主な例として、建物の外観にメアリー・ブレアのデザインを全く使用しておらず、時計にある動く顔のカラクリが太陽と月になっている。上、リアルタイムで動く時計と月と太陽の位置を示すカラクリがついている。さらに、ヨーロッパのシーンが大きく目立つ演出で撮られている。アナハイムと同じく乗り場が屋外にあるため、正面手前が池となっている。ファサードも他のパークにはない。 オリジナルのデザインを採用しているが、カラクリが動いている時の音は東京ディズニーランドと同じである。また、人形が更新する時の音楽も東京ディズニーランドと同じと蝶々である。このパリからホスト国であったアメリカのシーンが新たに追加されている。歌われる言語も現地ヨーロッパ重視となり、イタリア語、フランス語、ドイツ語、アラビア語が収録されている。 アトラクションの中の音楽には世界各地の音楽をミックスした高品位なローランドオーケストラルアンサンブル音源が使用されておりより高度で豊かな音楽演奏表現で世界一周旅行気分を楽しめる。またクリスマスシーズンは It's a Small World Celebration が開催される。1992年の開園以来フランステレコムがスポンサーであったが2008年11月を 持って提供を終了。2015年12月19日、2015年7月27日より行われた大規模改修工事を終えてリニューアルオープン。リニューアル後はファサードの塗り替え、メアリーブレアによる元のファサードデザインによりインスピレーションを受けた者のへのリニューアルやアトラクション本編直前直後のシーン、ようこそ。 さようなら等のシーンのリニューアル、ローディングオーディングエリアの分付近の色塗り替え、照明の LED ライトへの変更等が行われた。なお、同年より、オスラム社が提供している。ライドは、以下の順で世界の各エリアをめぐる。他のパークのものとは構成も、非常に異なり、アメリカ、中東エリアの追加、アジアエリアの面積倍像とシーンの追加、38の ディズニーキャラクターの登場など特徴的なものとなっている。特にアジアエリアではヤマハ製ソフトウェアミディオンゲン SYG20 スぐらいと、ニュージプドのような音が聞こえくる。2009年アメリカのディズニーランドリゾートのイッツアスモールワールドもディズニーキャラクターの登場するバージョンにリニューアルオープンした。またテーマソングもデザインはディズニーランドパリ以前のものに使われている。 メアリー・ブレアのデザインを使用している。2009年度のクリスマスシーズンは、クリスマスバージョンになった、It's a Small World Christmas が披露された。ライドは以下の順で世界の各エリアを巡る。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。